フジテレビをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。佐藤隆太です。博多大吉です。西野七瀬です。僕からですか、はい、よし、いきます。これ、5、最近キュンとした話。パッと思いつかないなまあまあ思いつかないなっていうのは、まあ思いつくのはあるんですけど、どうしてもこういう質問だと、あの、子供のことになっちゃうんですよ。だからそれ以外でいけたらなと思ったんですけど、近頃はやっぱり家で子供と過ごす時間がどうしても増えてきたので、その中でこう、なんて言うんだろうな、初めて見せる、ちょっとこう、やっぱりずっと一緒にいてもこう成長がこうね、見えてくるんですよね。昨日まではなんかそんな、あの、表情しなかったのに、あ、もうなんかそんな、ちょっと大人っぽくなったのかとか、下の子とかでもなんかこう、新しい言葉を覚えて、それを初めてなんか嬉しそうに、あの、聞かせてくれる時とかは、やっぱり、ああ、なんか、うん、まあ、キュンというかね、可愛いなっていうふうに思いますけどね。じゃあ、はい、6出たらもう一回振ります、ね、いやいや、ダメですよ、それはよ、1、グータッチしたいくらいに嬉しかった話、うん、嬉しかった話なんてもういっぱいありすぎるんですけど。あ、すごいじゃん。なんだろう、その中で一つ、誕生日プレゼントを探していて、なかなかそのこれだみたいなのに出会えることって私あんまなくて、いつもなんかちょっと、まあ、ベタなというか、わ、うん、かります、わかります。なんか入浴剤とかそういう当たりされないものを選ぶことが多かったんですけど、うん、はい、その人にもぴったりっていうのがこの間見つかって、うん、で無事買えて無事に渡せたの ですごく喜んでくださったので、それはめっちゃ嬉しかったです。なんか、オブジェだったんですよ。なんかこんぐらいの、や、焼き物なんですかね、オブジェだったんですけど、もうその人にぴったりだと思ったんで渡して飾ってくれてました。すごく期待してます。すごく期待されまして、ごめんなさいね。3番、3人の中で生まれ変わるなら。うお、そうですね。いや、3人の中で、だからなーちゃんに生まれ変わってみたいですけども、やっぱあのプレッシャーには耐えられる自信がないですね。あんなね、大観衆の前で歌って踊って、たまにソロでスポットライト浴びて、僕には無理でしょう。かといって龍太さんに生まれ変わってね、いくらお芝居とはいえ泣きながら怒ったりとか絶対できないですよね。あのか、ね、ドラマの決め台詞とか言えないですね。なるほど、なるほど。結果的に僕2週目というか、1週目の経験があるんで、2週目もうちょっとうまく生きていけそうな気がするんで、もうもったいない、恐れ多いんで、はい、3回目も、はい、私が自分で自分自身を引き受けたいと思います。今年のグータッチは1月9日スタート、見てね。